ちょっと蓄積されたやつがさ、ここに入ってるって考えたら、実は最高パスかなと思ってんね、自分その口に対して。で俺はね、こう言ったの。じゃあ、失敗やったな。失礼いたします。ではですね、お料理をお持ちさせていただきますので、はい、ナフキンをですね、お膝の上にお願いいたします。本日の一品目の前菜がですね、炙ったアオリイカの下にキャベツのムース、上におかひじきのフリットを乗せた菜園風となっております。ぜひですね、お箸一口大に切っておりますので、お箸でお召し上がりくださいませ。ありがとうございます。時代の話よ。何で聞いたのかな。アレちゃんが俺のことをなんでやねんって叩くときに、なんでやねんちゃんか、アレちゃんなんて言ってる俺のこと、やめろやん、あ、そう、それやなんで忘れてるやめろやんって叩くときに、あまりにもこう優しく叩くっていうところで、おじさんの視聴者がコメントでなんかアレちゃんもっとしっかり叩いてってコメントしてる人もたまにおってさ、やっぱ自分らの中ではさ、本気で叩かへんっていうのが時代への配慮だと思ってんのに、それが気持ち悪いって人もおるんやなと思って。あ、そのなんか優しく叩くのが、てかさ、まずその何、お笑い芸人じゃないから、ちょマジどうしてくれみたいな感じで、そのなんかお互いの了承の上でやってるんだったら分かるけど、まあ実際何も痛くないやん、こうゆっくり優しくキパシーやったら痛いかも分からへんけど、痛いやろ。でもここでも痛いですよ。何、果たして私がアレちゃんを優しく、やめろやっとポンって叩いたら、視聴者には叩かれるんでしょうか。多分俺叩かれると思う。なんでやん、女の子に手を挙げて強く叩けって言ってるよ。優しく叩いたとしても俺批判される気がするねん。何それ、じゃあどっちみち批判されるやん。え、だから叩いかんとおるんやけど、これってなんか差別やなと思ってんねん、ちょっと。まあこれはちょっとね、男はいいけど女はダメっていうのは、本気で叩いてへんやん、全然。本気で叩いたらな、本気で喧嘩し合うんやったらあかんやろ、じゃあさ、男の力強いからさ。まあね。いや、俺ほんまに世の中の人のことがわからん。こんなに当店スペシャリティの発酵マッシュルームスープでございます。こちらのスープなのですが、2週間発酵させたマッシュルームとマッシュルームで取ったおだし、炒めたマッシュルームと生のスライスしたマッシュルームで仕上げております。中に温泉卵が入っておりますので、潰してお召し上がりください。生のキノコすごい、うん、もう味がもうこれでもかっていうぐらいマッシュルームやね。卵をやらんとスープだけちょっと飲んでみるわ。これめちゃめちゃうまいんだけど、これは人気やわ。このスープがおつまみになりそう。なくなり濃いよ、すごいわ。実はサイコパスかなと思ってんね、自分のこと。サイコパスじゃないの。サイコパスじゃないという風な形にはなってると思う。サイコパスだよこの間な、自分がちょっとサイコパスなんかなと思ったのが、もう久しぶりに友達の女の子に会ったんです。お昼ランチを食べたわけよ。でその時に女の子がもう結婚した子供もあって、でなんかまあすごいな、結婚もして家庭もできてみたいな会話してたら、いやもうほんまに大変で、子供、まあ、もうずっと言うこと聞かへん、こんなんでこんなんで、もうね、旦那も全然手伝わへんしって言って、もうひたすらにずっと愚痴だったんで、その人で俺はなんか、でもそんなん言うても、まあ、子供も大変やけど、やっぱり可愛いところもあるしさ、旦那もなんか愛があるの羨ましいわって俺は言ったよ。そしたら、愛なんてね、最初だけもう分からんかったわけ。なんて言ったらいいんか分からんねん、その口に対して。で俺はね、こう言ったの。じゃあ失敗やったな、子供産んだのって言ったの。そしたらめっちゃキレてた。それはあかんわ。だってさ、そんなに子供育てんの嫌とかさ、旦那のありがたどうのこうのっていう愚痴ばっかり言うからさ、相談に乗ってもらおうっていう気がないんだと思うの、こんなんで。本当はなんかただ聞いてもらって、あ、大変やな大変やなって言われて、
すっきりっていうだけの人が結構多くて、トゥントゥントゥン、それずっと話したことないので、ね、今それ今ロシア語でこの状況をどう説明していいかが分からない。なんて言うの、ヌメヌメがあんまりないから、ロシア語でヌメヌメってなんて言うの。ヨーグルトのシャーベットでございます。エストラゴンとパセリのアイスクリームでございます。パセリ、すごい珍しいですね。料理がオレンジのコーヒーチュール皮ごとを召し上がられていただけるものと、一番下にグレープフルーツのジュレをご用意させていただきました。お肉料理ですね、食べられた後ちょっと お口の周りがちょっと脂っぽいでございますので、さっぱりとしてお召し上がりいただける一品となっております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハリーポッター、そうやろ、わかるやろ、ビーズ、そう、うん、ヒャコミビーンズになるほどの不思議な味やから、これが何かおすすめ、まあ難しいけど、さっぱりしてる、どちらかといえばちょっとシナモンがさっぱりしてるようなところなのかな、どちらかというと、うん、よりね、シナモンよりな、いやだってもう30になるからさ、血圧ぐらい測っとかんと、まあ、これからそうやね、だって自分が高血圧かどうかも知らんのやで、みんな若い子って、うん、血圧ぐらい測っとかんと、だから俺はもう調べた、塩分も血圧を上げへんために塩分を控えたくないなと思って、控えんで方法を調べようと思ったけど、やっぱ控えとあかんねんみたいな、もうやっぱボケ老人の会話やんこれもう老人やで、これマジで、うん、私も今聞いて、こう血圧が上がらないのを聞いて、こうどういう風にこれから長生きしようっていうのを説明が、うん、こう本格的にまだ30になってないもう老人になったらどんな会話すんのやろな。白髪生えてこないように、白髪って生えてほしくないよなと思って、ちょっと恐怖に感じたの。これが白髪生えたら、なんか染めるってなるとさ、自分の色じゃなくなるやんか、違う色にずっと染めることになるから、今日はでも激しい、元々やからこれよくハゲてると言われるけど、元々や、生まれた時から。いやだって私も元々さ、でかいねおでこ、それをさ、ハゲてんじゃないの、薄いんじゃないのって言われんねん、よくここ横とかさ、えよく見ろやと思う、めっちゃ生えてるやろ、髪の毛いっぱい上やめてたから、ちゃんと生えてんねん、ちょっと見ろ、そう、俺はユウスケがハゲてるなと思ったこと、ユウスケお前はハゲてないよ、生えたらさ、すげえに移植したらええねん、そんなんできるの、できるんちゃう、すね毛がここに、いややわ、いややわ、すね毛をここに移植したらいいね、何下のやつをここに、そしたらもうあのここからなんかすごいクリクリだね、カーリーのやつがあれそうでしょっつって、でもそうやね、それそうするね、あ、そう、いやでも一方成分がずっと蓄積されたやつがさ、ここに入ってるって考えたら、もうたまらん、たまにやっぱ日本語の使い方が違ってて面白い、たまらん一
一たまりもないって意味で言おうとしたごめんなさい。ひとたまりもない、ひとたまりもない、違うくらい。ひとたまりもないっていうのは、じゃあたまりって何使わないの。パラシュートから飛び降りた時にパラシュートを開かんかったらひとたまりもないな、もうなすすべもないみたいな、どうしようもない。何やと、まず書いてる、わずかのまま持ちこたえれないっていう、だから無理っていう、そういうことじゃん。そうそうそう、それをこうやることでは、もうそんなわずかなままでも無理だわ。まあ、たまりもないことやろ。え、ちょっと違うって絶対。え、何が耐えられん。その髪の毛をここに、ケツのやつをここに入れることは、もう耐えられないこと、耐え難いことだわっていうことだよ。もうそのここにケツってが入ってることは、わずかなままも耐えられない。そう、え、じゃあ正解のこと。間違ってそうだよ。今作ったのかどっちなのかが分からない。絶対ひとたまりもないわ。ちゃんと思うけど、お前も日本語分からへんやな。もう日本語で難しいね。難しいね。